はい、こんにちは、宮下です。今日はですね、ブリヂストンさんの新作の展示会にやってきました。普段 の, そのアスリート向けのものとは違って、ヘッドスピードが38メートル向けの製品っていうのがあるって言ったので、まあ、そういうのを勉強したかったのでやってきました。一緒に勉強していきましょう。はい、タイガーウッズがおります。ブリヂストンのボールはタイガーウッズが使ってるということで有名です。 JGR いいボールですね。よくいろいろやってくれてる広報の兄さんです。お願いします。よろしくお願いします。今日は今年の3月にクラブとボールのファイズの商品を発売しますので、紹介させていただきます。ボールもクラブの5代目のファイズのブランドの商品になりますので、コアのファンの方含め、はい、広いゴルファーにしていただければなと思います。はいはい、じゃあボールの担当から紹介します。ボールの商品客担当します、田山と申します。よろしくお願いします。今回共通のコンセプトとしてですね、無駄のない最適弾道、まあ、弾道アーチと呼んでますけども、はい、最適アーチを追求して最高の飛びを追求しようというモデルで、こちらにちょっとグラフがありますけれども、これ当社がですね調べたゴルファーのヘッドスピードの分布になります。こちらご覧いただくと、だいたい40メーターから41メーターのところが、分布のピークになるんですが、50代以上の方に絞って分布を見ますと、この濃いところになるんですけれども、ヘッドスピードのピークがですね38ぐらいのところで、それより下の部分で約6割の方がいらっしゃるということで、結局あれですね、ゴルフ人口って、はい、50歳が一番多いと思うので、そうですね、はい、その人たちをメインに考え直してみたところってことですよね。はい、そういった方々に本当に合ったギアの設計というのは何かっていうのをもう一度一からやり直して、今回このファイズ5を作ってきています。こちらが、ファイズ5で、今回横の文字もファイズ5という形で、 5代目を表す5も入っています。ボールは4ピース構造になるんですが、この4つのピース全てをリニューアルして設計し直しています。でまず一番中心のこれボールのエンジンであるコアの部分なんですけれども、はい、これが中心部分に入っているそのものですか。はい、でファイズ市場で一番柔らかいコアにしました。でこれによって先ほど言いましたヘッドスピード38メートル以下の方でも優しくボールが潰れるようになっています。柔らかい、確かに、はい、その一つ外側ですね、ここにはビッグインパクトシェルという非常に特徴のある材料で、これちょっと材料なんですけど、触ってみていただけますか。めっちゃ柔らかい。で指で簡単に曲がると思うんですけれども、これ外側にこれだと思ってた。はい、実はですね外側は非常に固めに作っている。これですか。はい、これが外側ですね。違いがすごいあると思うんですけど、実はこの柔らかい素材が柔らかいんですけど、すごく反発がいい材料を使ってます。でこれによってですねボールがより潰れて高い打ち出しで打ち出されるという、まあ、楽に飛ばせる。はい、そうですね。でさらにその一つ外側には、今度はこちら触っていただくと少し固めの材料になって、だんだん硬くなってるんですか。はい、徐々にですね硬くなっていくっていう構造をしてます。一番柔らかいと思ってました、はい、外側がちょっと逆なんですね。さらに今回新たにしましたのは、この一番外側のカバーのところについている、はい、ボールのくぼみですね、ディンプルなんですが、こういったくさびみたいな形の土手をですね繋いでって、ディンプルの面積をボール上で最大化してますね。このへこんでる、はい、この面積を大きくしてあげることを、球が優しくまっすぐ飛びやすくなりますので、今回そこをさらに改良してスピンが減るっていうことで、そうですね、余分なスピンが、はい、かかりづらくなってきますので、そのディンプルを採用したことで、これじゃあちょっとございますけれども、ファイズ史上最大の飛びっていうのはこの弾道に秘密があります。最高点はですね、まあ、点線になっている今のモデルと変わらないんですが、実は最高点を超えた後ですね、ここでボールっていうのはどんどんこう地面の方に落ちてこようとします、しますけれども、この新しいディンプルによって落ちるスピードをですね抑制抑えてあげるってことで、よりキャリーが長く出る。これ見ると分かるんですけど、はい、上がっていく球よりも最初から高い方が、まあ、確かに飛びそうだなってイメージにはなりますね。そうですね、うん、はい、まず出だしのやっぱり打ち出しの角度を上げてあげるっていうのは、うん、これボールのクラブもそうなんですけど、うん、非常に大事なポイントになります。そうですね。で実際のデータで 見ますとですね、はい、これはロボットでテストしてるんですが、ドライバーでヘッドスピード35メーターで打ちますと、はい、今のファイズのモデル対比で、プラス5ヤードで、さらにですね2打目以降使う、まあ、アイアン番手でも4ヤードですので、合わせて考えると相当
楽にプレーができるのかなと。このくらいのヘッドスピードの人の6番アイアンですね。はい、そうですね。あと今回打感にもこだわってまして、実はあの当社とパイオニアさんとですね、あの技術協力いただきまして、ボールのダウンの研究をずっと続けてきて、ここに迫力音いいしって難しい言葉で書いてあるんですけど、こう音の迫力を感じる周波数帯というのがあってですね、柔らかいと同時にそっちの音も鳴らしてあげることで、非常にこう爽快なナイスショットの音が耳に聞こえる。どちらかというとドライバーの音なのかアイアンの音なのか、はい、これはあのドライバーの音の計測の値です。実はあの女性のゴルファーの皆様にもたくさんお使いいただいてまして、今回もこの薄いパールピンクですね、これ非常に人気の色です。で今回もこちらをラインナップしています。女性ゴルファーでもうちょっとアスリート向けに行きたいという人にとってはちょうどいいという形が効くので、はい、まさにその人たち向けでもあるんですね。はい、スピン量が多い方には我々はファイズの方をより抑えていく、はい、より潰れた方がですね、余計なスピンを殺してくれるんです、ね、そうなんですか。そうなんです。で JGR はもうちょっとあのスピンはそこまで多くないんだけどっていう方で、反発の方を優先されたい方には JGR の方をお勧めしています。じゃあ逆に別にヘッドスピード速くても、はい、曲がりすぎて困ってるって人にはいいかもしれないです。そういう方はファイズの方がおすすめです。一番スピン量の少ないモデルでもあるんです。そうですね、これが最も低スピンになる。そうなんだ、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、この前もご覧になった和田さんです。はい、またよろしくお願いします。クラブの方もボールと同じで無駄のない最適単語で飛ばそうというところをテーマに設計してます。このドライバーのポイントが軽量なことと、あとは重心アングルが大きなこと、あとはシャフトの設計で加速するシャフト設計というのを入れていることっていう3つ、これポイントになります。今回重量を前作よりも 8g で、アールライトっていうライトスペックを新しく登場させてるんですけど、それは 12g 軽量化させてます。かなり軽くなってます。まあ、まあそれによって18ホール楽に回れるっていうのを一つポイントとしてます。軽ければ軽いほどヘッドスピードは速くなると思うし、速くなりますね、振りやすいですね、はい、そうですね。もう一つポイントとしてはファイズ史上最大の重心アングルというところです。このヘッドの重心が真下に来るんで、この真下の位置からフェースの位置までの角度が重心アングルになります。だからこう返りやすいポイントですよね。そうです、そうです。インパクトの時にヘッドがしっかり返る、重心アングルが大きい方がヘッドがしっかり返るクラブになります。普段からもともと持ち球がスライスで悩んでるって方もたくさんおられると思うんですけど、はい、そういう方でもしっかり楽にまっすぐ飛べますよっていうのが、この重心アングルが大きいことのメリットになります。はい、今回このシャフトなんですけど、この三菱ケミカルさんで作らせていただいていて、まあ、MDT というモジュラスディファレンシャルテクノロジーというのを入れてます。これ R ライトです。はい、でこのシャフト何がポイントかといいますと、あの異なる合成の、まあ、カーボンで組み合わせてシャフトって作ってるんですけども、はい、そのカーボンの硬さを最良の組み合わせにすることで、でスピン量を抑えてあげるっていうのと、あとは押し出し角を上げてあげる、あとヘッドを加速させるっていうようなメリットがあります。イメージとしてはここまでは暴れなくて、最後当たるところだけうまいこと当たって上がりやすい。あ、そうですね、そんな感じのイメージになります。あとはですね、まあ、今までブリヂストンのクラブっていうのは前のクラブもそうなんですけど、パワーミーリング、このガリガリですね、はい、ガリガリが入っていたりとか、はい、あとはこのクラウンの隅くになっていることでパワースイットを入れていて、ボールが上がりやすくするっていうようなテクノロジー入ってるんですけども、今回もそれが入ってまして 10.5 ワンロフトなんですけども、しっかり上がるっていうのが一つポイントになってます。10.5 1個しかないってことですよね。そうなんですよ、 10.5 1個しかないです。ただ 10.5 なんですけど、普通の 10.5 より上がります。ウッドはなんか特別なことは何かされてる。そうですね、今回大きなポイントとしては、まあ、形状がねちょっとフローしてるんですよ。3番、5番、7番でユーティリティの5番なんですけど、見ていただいて、3番、これこれ3番クリアしそう。そうなんですよ、5番もクリアしそう。はい、3番が5番に見える。今回 の7番とか5番っていうのがユーティリティに向けてちょっとずつ形状をフローさせる設計にしているので、この辺り違和感なく持っていただけるように、例えば7番で7番振ったと突然ユーティリティになると形が全然違うって、ちょっと違和感を感じないように形状をフローさせてるっていうのが一つポイントになってます。ユーティリティですね。ユーティリティです。
あんまユーティリティに見えない。今度は逆に、うん、ユーティリティに関してはちょっと IRA の流れも意識して、うん、実はちょっと厚めになってるんですよ、ユーティリティは。フェイスバッチ。そうですね、厚めになっていて、7番に行けば行くほど厚めになってます、これ。でそのまま IRA の流れに持っていってもらうっていうような、あのセットで持っていただくようなことを考えて今回設計してます。アイアン、飛び系のアイアンです、はい、で7番で26度。ポイントとしてはあのこういう風な反発エリアを広げる360度のポケット構造ですね。これってあれですよね、はい、ここが切れてるだけじゃなくてここもえぐれてますよ。そうですね、360度、そうキャビティの中が全部あの掘ってるっていう形になってるのがポイントになってます。そうなるとどうなるんですか。これするあのこういう風にやることで反発エリア、たわむエリアっていうのが広がるので、あのオフセンターでちょっと真ん中に当たらなかった時でもまっすぐ前に飛ぶ、あの飛距離ロスが少なくなるっていうのがメリットになりますね。今までこのくらいが、まあ、当たりやすい場所だったのが、まあ、そうですね、少し広がった。そうです、そうです。あとはあのフェイス薄肉になっていて、はい、あのここ 1.7 ミリの薄肉フェイスになってる、この、まあ、こっちの方が見やすいですね。ここの部分が、そうですね、 1.7 ミリの薄肉フェイスになってるんですけども、ボールが当たる部分を薄肉にしていることで、まあ、しっかりたわんでしっかり返しますよっていうのがポイントなんですけど、あのかなり重心を落としてストロングロフトでもボールが上がるように、同じあの6番よりもボールは上がりやすくなってます、うんうん。あとあれですよね、一応そういう風になったから7、8、9、10があるんですよね。そうです、10が前からあるんですか。10新しく入りました。そうなんですね、はい、10番って何のところですか。10番は110とかですかね。110、100、寄せもやりたかったら、そうですね、やっぱりその辺の距離ってあのもう狙っていく距離なので、あの細かくあの番手が必要になってくるものなので、はい。ファイズの R ライトっていうスペックがメンズの R フレックスよりもちょっと優しいっていうところなので、メンズはまだ持てないけど、でも女性もまだ物足りないって方にはちょうどいいスペックになってます。でさらにそれよりもあの上に行きたい方は R 使っていただけると、あのかなり普通にメンズを使う。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。新商品もいくつかあるのを聞いたので、はい、それも、まあ、さっきも新商品ですけれども、はい、お聞きしたいな。はい、我々のシュブランドのツアービー、ツアービーからですね、 X と XS のボール、タイガーの復活優勝もありまして、うん、おかげさまで好評なんですけども、待望のコーポレートカラーマークの、ボールが、はい、2月に発売になります。結構我々のファンのお客様から、この色ないのっていう声がありまして、商品化に至りました。 X の方が赤で、XS が黒になります。タイガーが使ってるのはどちらですか。 XS です。他にもなんかその新しい色っぽい、はい、4月に発売なんですけど、マット調の赤ですね、マットレッド。触り心地も違う、多少ちょっとマット感がサラサラしてる、はい、あるボールで、この赤色はなんかちょっと締まって見えてプレッシャーを感じない気がしますね。あ、少し大きく見えますね、うん、ぼやっとして、ゼロスパイクバイターライトという商品でして、はい、この商品の最大の特徴は 255g、 もう最軽量というところが一つ大きなポイントです。軽いんですか。めちゃめちゃ軽いです。あ、軽い、なかなかこの感覚って多分ないと思うので、ゴルフシューズでめっちゃ軽い。ハンドルでアルミフレですね。浮いてますね、足が浮きます。足が浮く。あ、でもいいかも。ゴルフシューズって重り持ってるみたいな感じするから、はい、それじゃなくなった。じゃあなんかここが滑りそうだなとか、はい、重いなとか、はい、じゃなくてここから先に重心を感じる。あ、13,800円プラス税ですね。はい、いいじゃん、これはいいと思います。はい、リーさん今日ありがとうございました。めちゃくちゃ勉強になりました。ゴルファーも、ね、年々進化されているので、我々もそこに追いつくべく日々勉強しております。また何かあったらよろしくお願いします。はい、それこそ。あと、まあ、なんか最近予定してるイベントとかありますか。そうですね、まあ、春には業界最大のイベント、ゴルフフェアがありますので、そこでまたお会いできればなと思います。うちも帽子作るんですよ、はい、あ、そうなんですね、うん、ゴルフフェアに行ったらリーさんたち皆さんもいるってことですか。あ、はい、いる予定にして。じゃあ動画見たよと声かけてくださいっていうこと。はい、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。ゴルフフェアでもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。